プロミネンスのアレということで MC の藤田あかねですえ先月ちょっとお休みしてしまいましてね、えっと、今月ちょっと久しぶりでしかもあれですよ明けましておめでとうございますですはい今年もよろしくお願いしますということでまずは恒例の乾杯からいきましょう皆さんも用意してくださいねはいそれでは今年も頑張っていきましょうということで乾杯 よし、頑張れる。はい、じゃあ、まずいつもの恒例のやついきましょう。コロナ対策について、まあ、これ、いろいろ見てもらったら分かる通り、やっております。はい、すいません、軽い感じでやります。はい、次、番組応援の会、会員募集。 あずより FM のこの番組が好きという方に朗報です番組の番組応援の会に入会することでスタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組に参加することができます詳しくはホームページよりということでこのミニスを応援するよっていう方はもしかしたらねここで自分たちがやってるの見れるかもしれないですはいあと番組への質問はこちら「ナトマークあずパん FM」こっちにもあるのでどんどん質問コメントをくださいはい ということで、はいですね。えっと、新年一発目ということで、まずは、あれですか。あのー、1月9日にプロミネンスが、大会がありまして、まあ、いろんなことがありましたけども、なんといってもですね、セラのキャリーを壊しましたーそこをわーってやるところです。<laughs> セラのね、あのここで、あのそもそも誰が悪いのかって話とか、そのキャリーに対しての話を、前々回かな、したと思うんですけど、 ファイイブウェていうセラに恨みを持つ4人とセラの 5A をやりまして4人でなんとか結託してセラのキャリアを壊したんですけどこれあのねあれなんですよ別に私たちは人の、ね、ものを壊して喜んでるわけではないわけですよの何のね罪もない人のものを壊して喜ぶみたいなそんな大人としてダメなことはしないんですけどあれはもうセラが全部悪いのでしょうがないと。 で我々はですねもう全部終わったと思ったんですけどセラがちょっとねあのその場にいた人全員許さねえって言い出して <laughs> もしかしたら今後あるかもしれないんですけどもあのわしは絶対に参加しません前回も完全にこう巻き込まれた一番巻き込まれた人なんでちょっとね今回はねやめとこうかなと思いますはいということで次のプロミネンスですねの大会の案内をしたいと思いますはいこちら はい、次が2月19日、3月18日、新規はファーストリング5時半会場、6時開始です。こちら、決まってるカードが2月19日が、とスズの10番勝負ですね。第8戦、えっと、佐々木隆選手とのシングルが決まっております。そして3月18日が、それもスズの10番勝負、第9戦ということで、えっと、武田正史選手。 が決ままっておりますあ、ね、とのカードはまだちょっと未定で皆さんちょっといろいろねやってるのではいちょっと期待しててくださいそして次次そうです1周年4月24日後楽園ホール大会ですプロミデンスがプレハタ上げは1月だったんですけども4月24日にあのハタげ戦というのがありましてちょうど1周年で後楽園ホール大会というのを用意してもらってですねやるんですけどこちらも1今決まってるのが鈴の第10戦 加西純選手と決ままっておりますあとの選手のカードはみんなおのおのやりたいことがあってそれに向けて動いてるので、はい、絶対に成功させたいと思うのでぜひとも来ていただきたいと思いますそしてこちらのチケットが買えるのがこちらプロミネンスショップというのがありましてこれこちらにあのプロミネンスの SNS から飛べるんですけどもチケットがこう発売されておりましてでその他、えっと、ポートレートだとか着るものとか。 タオルととかかパンフレットとかが色々出てるんんでですすけどそうなんですこのプロミネスのジャージがねあの我々が着てるようなジャージが受注生産で出るらしいんですよ。はいじゃあ次ゲットしてもらってあとはですねあそうそうあのー、スターダムのチャンピオンの3人のポートレート限定ポートレートだとか あと私のポートレットのあの新春バージョンすずはちょっとあ鈴もですねあるんですね新春バージョンでこれはもう追加で出ないもう今出してるのしかないやつなのでぜひともゲットしてくださいはいということでやばいもう5分で終わっちゃったそど,うしよう <laughs> どうしましょうねあそうなんかね結構ねコメントとかをね 募集するとあの野球関連が来るんですけどもねあのまずちょっともうもうコメント言っていいですか行きますよえー、プロミネスのあれに質問ですヒロさんですね日本一早い今年のセ・リーグの予想をほう難しいこれはねあーちょっと知らない方もいるかもしれないんですけど私あの中日ドラゴンズ大ファンでして昨日ねあの名古屋で試合がチームテラさんってとこで試合があってでそこにちょっとドラゴンズ関係のですね本 の取材が入りまして私、えー、そこで結構あのドラゴンズ今年のドラゴンズに向けて厳しいことを言ってくださいみたいなドラゴンズを切るみたいな感じで言ってくれって言われたから結構ガツガツ言ってたんですよあの監督のこととか自分が見てとくたの試合の采配とかに関して結構ガツガツ言ってたら「ああそれ使えないですね」って言われたの結構多くて。 全然緩い話しかしてないわと思ったんですけどそちらがねちょっとまだ告知ができないんですけどもあのー、本になるそうで、ね、これがきっかけで始球式とかねできればいいなと思うんですけどそうですね日本一早い今年のセ・リーグ予想今年のセ・リーグ予想難しいそれはね自分のね希望で言えばそれはドラゴンズ1位にしたいですよ、まあ、ただまあ無理だと思うんですけど、まあ、せめて A クラスに入ってほしいなと思う気持ちを抱きつつも多分123位,位,位はね まあ、ヤクルト、阪神、まあ、広島か横浜かどっちかかなと思ってるんですよ。で、あと、そうですね、巨人があんまり出ないんじゃないかなと思うのと、その横浜、広島のどっちかが、まあ、位3、4位だとして、できれば中日に5位に行ってほしいっていうけど、これはね、でもね、ファンとしてどうなんでしょう。うーん、希望じゃなければ、 そんな感じです。<laughs> あの再開だけはやめてほしいっていう。はい。あ、これは何ですか？今の順位ですか？あ、ただ出してるだけですか？ああね。このこの並びでもこの下一番下に来ればハラダすよね。<laughs> いやねあのー、去年は散々でしたね。はい。 自分が見に行っったた、試合で勝った結構行ったんですけど勝ったの1回だけであの結構いろんなところでこれ文句言ってるんですけど交流戦をね行きたがる人なんですよ。であの千葉ロッテとの交流戦の時ってあの交互でやるじゃないですか。でマリンスタジアムである時はいつも行くんですけど前回行った時にはあの最終回に6点取られて逆転されて負けで今回はあの <laughs>。 問題の代打服止めの打時でしかも雨降ってる中もう濡れてたずっとで一緒にいてた先輩が「カッパ貸すぞ」って言われたんですけどその選手が濡れながら頑張ってるのにこんな応援してるだけの人がカッパなんか切るわけにいかないっつって濡れながら応援してたらもうあの最悪な結果でそこで <laughs>。 <laughs> ちょっと発狂しかけてもうファンやめてやろうって一回言ったんですけど、まあ、次の日には応援してたんですけどねはいということで今年もちょっと頑張って応援していきたいと思いますはいあおまた野球ですねゆうきさん前から気になっていたこと愛媛県生まれなのになぜドラゴンズファンちなみに俺もドラファンということでそうですねもともとはこれ結構いろんなところで話してるんですけど愛媛の社会人の軟式野球っていうちょっと微妙なところなんですけどの応援してたんですよ 元中日の和田和弘選手あ元選手ですねとかがやってた行ってたあの神戸製鋼っていうところのラグビーが強いところの人がいる人をやってた一緒にやってた人が参加しているチームの愛媛の強いチームがいたんですよ西日本で1位になるようなチームだったんですけどでそこの軟式野球の応援にちょくちょく行っててで野球を見ることにはまり それまで野球とか全然ねうちの親とか見なかったんで見なかったんですけどで現地で観戦することにはまってでかといって別にテレビで見るほどでもないし地元だとやっぱりあっても巨人戦だしっていうのがあって見てなかったんですけど東京出てきて野球まあ見たいなと思ってた時にたまたまテレビつけた時に出てたプロ野球ニュースに出てたあの森野の正彦さんが今コーチですねがあのすごく活躍してる時でめちゃめちゃかっこよくて。 でそこであこの人好きってなってそこからいろいろ調べていくうちにドラゴンズドアラを知りで他の選手も知りで1回行ってみようと思って球場行ってでそれまでそのプロ野球の球場っていうの行ったことがなくてで行ってみたらそこの球場の雰囲気にもハマりもそこからもうどっぷりですよはいそんな感じですドラゴンズねあの昨日もその取材で話したんですけどバンテリンドームがなんかちょっとずつおしゃれになってきてて 演もともと、ね、ん,んでこんな地味で暗いんだろうと思ってたんですけどい,やいい感じに変わってきてるんでねで今年からひげとか筋止連もなくなるそうで選手もおしゃれになってくれたらなと思いますはい次これは何て読むんだななーごさんねおう、うんって書いてるけどこれをどう読んでいいのか分かんないごめんなさい今のライバルレスラーはいますか おまあ、基本的にはね誰にも負けたくはないんですけどライバルっていうかそうですね今一番身近なライバルはあれですよプロミネスのメンバーですねやっぱ同じことがやりたくてやってるわけでもうその中でやっぱり一番になりたいっていうのはずっとありますしまあ今としてもそのスズが10万勝負だとかその3人があのスターダムのベルトを取ったとかって言って注目されてるとこはあるんですけどそこで一歩引くのはちょっとやめて。 はい一番になってやろうと思って今年あの私10周年迎えるので10周年そうですね5月で10周年なのでそれに向けてそれ以降ももう一番目立っているように頑張っていこうと思っておりますはいっおまちゃんいつもありがとうございますお金さんこんばんは明けましておめでとうございましたそうね<ー>もうだって言月末だもの えっと、昨年はたくさん質問に答えてくださったりお話してくださってありがとうございましたそして昨年送ったお便りは 53, 53通でしたすごいねなんか意外と少なかったです少なくないよ多いよ <laughs> すごい昨年は7回放送があったので1回の放送につきだいたい7通ぐらい送ったことになるのかなすごいね今年はもっと送れるようにそしてもっとあかねさんに会えるように頑張ります今年もよろしくお願いします MC ファイトです でえっと、続きですねあんなことやこんなことがあってついにプロミネンス工業に行くことができました行けたことが奇跡というかなんというかもう感謝ですいつも以上に皆さんがキラキラ輝いてて瞬きを忘れちゃうくらいかっこよかったです休憩所に瞬きしたら見事コンタクト取れましたあっすぐに入れましたよって分かるあの乾いた時にねまばたきさが外れるんですよねでキャリークラッシュマッチお疲れ様でした中根さんのオレンジキャリーが無事で本当に良かったです世良さんのキャリーをすれで引き裂く宮崎さんに驚きを隠せなかったです がまあプロレスラーならキャリーくらい素手でいけるかとか思ってしまったのは秘密です4人で楽しそうに帰っていく姿とボロボロになったキャリーを持って帰る世良さんのテンションの差がすごかったですがそれもまた楽しかったですまた行けますように売店行けなかったので今度は売店にもということでありがとうございますいやーそんなねレスラーだってねキャリーなんか避けないよてでは <laughs> あれねあの我々他の他人たち あの一緒にやっってた人た人も全員びっくりしたわけだからね素手でこんな引き裂く人おると思って引き裂いたあとに我々みんなふっつけてねボロボロにしてやりましたけどはいそうねあの人そうセラーがその後もうキャリーが使える状態でもない修復できる状態でもないからゴミ袋に入れたんですよでみんながその引き返すそれゴミだと思ってみんなゴミ入れていくんですけど <laughs> <laughs> あれゴミじゃないからっつってあの袋持って帰っていきましたよあの人 うん、うオレンジのキャリーがねあの色がなかなかなくてちょっとすごいあの茶色っぽいオレンジとかって結構あるけどあんだけ綺麗なオレンジっていうのがなかなかなくてね、まあったらあったでいいのがあったら買い替えたいんですけどまだちょっと次のが見つかってないので絶対に壊されるわけにいかなかったんで守れてよかったと思いますはーいキちゃんさん 2023年のねさんの目標は何でしょうか、えー、それと今年のドラゴンズの勝ち頭は誰になると思いますか私は希望を込めて高橋宏敏投手です。ほうねさんの目標はですねやっぱね海外行きたいんですよ。もう今ちょっといろいろ規制とかもなくなってきてて行きやすい環境にはなってきたと思うのでなんか毎年毎年海外行きたい海外行きたいって言ってまあ行ったのが最後に行ったのが2020年のあのコロナの末っ ただ中になる直前そそそうそうそう2020年の3月に行って1ヶ月半ぐらい滞在する予定だったんですけどあのねまあ行ってそなちょっと試合してでその後も結構試合決まってたんですけど、まあ、コロナが流行りだしてあれ動くならアメリカの方が早かったんですよね。早くてもうあの全部中止になっていきさらにあのジムも閉まり何もできなくなっちゃって。 でやることがないってなったときに、今帰らないと、多分帰らなくなるよって言って、もともと取ってたあの飛行機をちょっと変更して、ちょっと経由になったんですけど、まあ、プラスでお金払って帰ってきて、でも結局ね、めちゃめちゃマイナスな状態で帰ってきたんですよ。試合もそんなできないのグッズをだから売る場もないし、ね、すごい残念なあれだったので、本当だったらね、まあ、あともう本当に最低でも5、6試合は決まってたのかなやりたかった試合もあったし、これもすごい残念で。 それのリベンジも兼ねてまたちょっといろいろ行ってみたいなと思って海外でやっぱ最近日本人のレスラーもデスマッチだったりハードカーだったりやってるので同じようにやっていきたいなとでプロミネスっていう名前をね海外でも広めたいのではいそこが目標ですかねそしてドラゴンズうーん希望を込めていいならあの小笠原慎之助投手ですねあのー、いつもですよ 小笠原くんが投げると勝かわいそすぎて頑張ってるのに何なのこれっていつも思ってたわけですよそのなんか援護率ってあるじゃないですか援護される人されない人みたいなで小笠原君はされない人なんですよでもそこでされていれば確実に多分あの一番勝ってたんじゃないかなぐらいのすごい子なんですよそうそうそう,そう小笠原君ねあの小笠原くんはプロレスファンだそうではい。 自分のことを認知してくださっているようでありがとうございます。いやもう今年こそはちょっとみんなあのバッターみんな頑張ってください。はい。高橋、そうですね、WBC ね、応援しなきゃ。そうそう、去年はね、あれなんですよ、オールスターも行ったんですよ。地元、松山の時にちょっとしれと行って行ったんですけど、その時スタメンにドラゴン選手一人も入ってなくて、で一緒に行ってた人があのロッテのファン。 人だったんですけどで結構ロッテの選手はバって出ててもう今日は今だけで始まる前だけで楽しいとか言い出してあのホームランダービーとか見ててずるいなと思ってたらそのまずあの大野くんが出てもう速攻で一回終わらせてでまた次もまたまた出てくれてであとあれはあ誰だっけな誰が打ったんだ誰か打ってああとあの木下キャャッチャーが 打てば完璧だったぐらい。ドラゴンズ戦争がすごい活躍してたので、あれはね。行ってよかったなと、あのまま誰もてなかったら行った意味なかったんですけど、わざわざ松山までね。でもあはい、楽しかったです。暑かったけど、その日があの坊っちゃんスタジアムっていう松山のま地方球場があるんですけど。その地方球場だから売店とかがこう充実してないんですよ。なのに松山にこんなに人がいるの？っていうぐらい満員で入っててまあ、3万何千人ぐらいかな。もうそんなにね。人が集まることがないっすよ。あのとこに。 ないですけどそこに集まっててみんなこうお酒を買っていくから全部なくなっていくんです売店ので売店に買いに行ってももうめっちゃ並ぶしそう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 でやっと並べたと思ったらレモンサワー売り切れですって言われるしでしょうがなくあの普段飲まないビール飲んで,で飲んでももう7月末とかじゃないですかで日が照ってるし屋根ないし汗で全部抜けてくしもう飲み物をね買いに行くのすら大変な。 あの結構上の方にいたんで大変でね食べ物も買えずであのオールスター限定グッズみたいなのもも,うもちろん買えずはいただただ野球見てました楽しかったですはい質問が終わってしまいました誰かくださいそうそうあとね昨日その名古屋大会の後にねあの世界の山ちゃんに行ってたんですよ名古屋っぽいもの食べたいですって言って。 言っってたんんでですけどど世界のヤマちゃんどこでもあるのねあの来る途中に浅草橋でもあったわと思って <laughs> でしかもあんなに胡椒がきついものと思ってなくてでもあの何人かで行ってたから結構な量を頼んじゃったんですよ最初にもう何人前みたいな辛すぎて食べれないのよ後々見たら 胡椒少なめとかなしとかできたみたいでだったらもっと美味しく食べられたらいいなと思ってだから次山マチん行く時はリベンジしたいと思いますはいあさっきのあのナーゴさんっていうのかながプロミネンスの推しでコメント読まれてよかったわということであ押してくださってるんですねありがとうございますこれプロミネンスがを押してるのかプロミネンスの中で和しを押してくださってるのかどっちなのか分かんないですけど <laughs> 嬉しいですありがとうございます はいえどうしよう、あそうだ、もうプロミネスちょっと関係なくなっちゃうんです告知としては、ですね次、あの2月4日に、まあ、名古屋なんですけど名古屋スポルティーバアリーナさんでディスカスカってプロレスリングディスカスっていう大会がありましてえっとそれがもともと自分たちあの夏目もちも参加してるんですけど飲み仲間でノリで生まれた興業があるんですけどそれのもう何戦目だ、1、2、3、4、5戦目になるのかな。 のの地方の初の地方大会。ということで、えっとディスカス軍 VS 名古屋軍全面対抗戦ということでね、そちらをやるんですけど、こちらがね、今ちょっとチケット出してるんですけど、あんまりこう告知ができてなくてですね、みんなこれや,やること知らないのかもしれなくて、はい、ちょっとあのカードが決まっているので言いますね。 よいしょちょっと待ってください。これがなかなかね、あのノリでやってる割にはね、すごく楽しくてみんな、あすごいありがとうございます。<laughs> はい、えっと、こちら発表されてるカードがま m a のシングルマッチ、パピオンアケミー VS 夏みもちということで、これね、1回どっかでやったことあるんですよ。 あの前の団体いた時かな、フランクシスターズ工業っていう時にやったはずなんですけど、なんかリベンジですね、これどっちが勝ったのかも覚えてない。あの、パピオン・アキミ、皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、えっとね、1回ロリマン・マット・プロレスさんということで、パピオン・アキミと私あの、50分間試合をしまして、マット・プロレスで。もう、ルールもよくわかんなくなる最初はお酒をいっぱい遠隔でもらってたから、テキーラをまず飲んでで、えっと、 間音が決められてエスケープしたら一杯飲むってルールだったはずなのに気づいたらなんか自分たちのタイミングで飲み出しちゃってで30分ね勝負がもうあけみちゃんとか外出てったりとかしちゃって勝負がつかず結局50分やったっていうあのやばいやつですこの人はやばいやつにはやばいやつを当てようということで夏海もちゃ当ててみましたはいそして次6人タックマッチサイコチャンゴ藤田あかねーバーサス入江重弘石田真也水月ということでねこちらそのサイコチャンゴ 藤田茜というのは、和、ま、彩、あ、子さんっていうのは愛媛出身の方でしてあの、お兄ちゃんと思って慕ってる人、で、そのタッグパートナーのチャンゴ、まあ、チャンゴと一回試合してちょっとぶち切れましたけどね、あの小,小賢しいやつです。で、そこ、まあでも、まあまあまあ、連携はうまくいくんじゃないかと。で、そして相手に、えっと、入江茂弘、石田真也、水木ということで、水木選手はね、初めましてなんですよね、あの会場では何回かお会いしてるんですけど、対戦するのを初めまして、石田真也選手も初めましてですね。 よくあの昨日も会場にはいたんですけどどうもねハードコアを得意としてるらしくて一度どっかでやれたらなと思いますそしてね入江繁弘こいつはマジでね腹立つんですよ最近なんかねなんだかんだこう戦ったり組んだりとかいうことがあってで昨日も組んでたんですよ組んでたんですけどまああの連携のはずが顔面殴られるわ おんぶしてキャノンボールでその道具に使われるわでちょっとね恨みがめちゃめちゃちょっと溜まってるのであの入江から勝ちたいなっていう我々のねはい気持ちですはいそしてタックマッチ政宗高尾相馬 VS 高井憲ンジ・インテリジェンスセンセーショナルグラウンドパッションマスク4号これはねもう大将がね揃ってますからね名古屋軍の大将高井さんと。 まさこっちのディスカスの大将の正宗さんそしてえっと、まあ、高尾相馬選手ねガンプロと、えっと、DDT とかなんですけどここの2人がねまあ仲はいいんですよ仲はいいんですけど組むのが初めましてですそうでなんかね相正宗とかって言ってるんで、はい、こちら楽しみなのですがあのこの長い名前の人ね インテリジェンス・センセーショナルグランド・パッション・マスク4号って4号って呼んでるんですけど4号が入ることによってこれがどうなるのかっていうはいでもここねちょっとすごいここをどうしても見たくて楽しみなカードだと思いますそしていつもの恒例のロイヤル・ランブルってのがあるんですけど、えっと、まだ何をするのかは決まっておりませんが この3試合プラスもう1試合あると思っていただければと思います。えー、とねチケットの方が最前列がもう完売してしまいましてあと指定席になります指定席が4000円なのですがそのスポルティーバさんってちょっとあんまり大きい会場ではないのでそんなにこうわーってはなれないのでえっ、ー、と来たいなと思う方は早めにこちらのそのプロレスリングディスカスのアカウントがか自分の方でも受け付けておりますし参戦選手皆さんチケット受け付けてるのではいよろしくお願いします。 はいなんか他団体でも何でもないところの告知をしてしましてしまったんですけどはい絶対楽しいと思うのではいありがとうございますオクパードでドルミルさんあかねさんこんばんは初めてメールします同世代です北海道に住んでます 去年10月のウェーブ札幌大会でポートレート買わせてもらいました。忘れてますかちなみに今年の野望を聞かせてください。ありがとうございます。同世代、私、あのね、あれですよ。28歳って言い張ってるんで、同世代なのかな ?28 歳ぐらいですかはい。北海道、そうですね。10月ウェブさん行きましたね。札幌大会。はい。2連戦。北海道楽しかったです。今年の野望ね、さっきも言った通り海外行くっていうのと、その、 あと何だろうな、もっとデスマッチとかをやっていきたいなっていう、ハードコア、今ちょっとどっちかってっらハードコアの方がやっぱ多いので、デスマッチをやりたいっていうのと、まあ何かしらのベルトが欲しいですよね。それをちょっと目標に頑張りたいと思っております。あ、そうなんですよ。私ね、今年、今年、今月、誕生日ってして、終わったんですけど、全然ないでいつもね、あの、何歳おめでとうございますとかっていう、 あの来ちゃうから言わないようにしてて誕生日の日に「あの誕生日です」ってツイートしないんですけど <laughs> しれっと毎年年を取ってるんですけど、まあ、今年は28歳になったということで覚えていてくださいはいそしてえっと山下さんありがとうございます昨日の名古屋お疲れ様でしたおじさん2人のピンクにはちょっと口がハングリした <laughs> はいそう昨日あのデラーの大会に見に来てくださったんですけどもあの花園軍団 っていうまあちょっと大阪から生まれたユニットなんですけどなんかねめちゃめちゃここが対戦相手だったんですよめちゃめちゃ気合入れててコスチューも揃えてきやがって <laughs> いやーあの桃香ちゃんは可愛いですよピンクとてもおじさん2人どうしたのっていう <laughs> あの淡いピンクの似合わないことですよほんとでねそのね、まあ、金平選手はじめましてだったんですけどそんな あの当たっててないののああれだとしてあの影山道を人の顔面を思いっきり蹴りやがってめっちゃ痛かったあれしかも蹴ってる蹴られてる側がちょうどお客さんいない方向で蹴られたからこの蹴られた蹴られ損みたいな <laughs> むかつくわねえ前回あのハードコアで組んだことがあってちょっとうまくいくんじゃないかと思ったけどもう敵です敵認定しました許さんもう名古屋敵ばっかりやほんと だからこんなことでドラゴンズのあれがちょっとあれになるんで名古屋好きですよはいそして、ま、るちゃんありがとうついこの間幼なじみの子と久しぶりに遊んだ時に親知らずの話になったんですけどその幼なじみの子が親知らずを理解してなかったみたいで「親知らず」っていうけど何年も生きてるんだから親ぐらい知ってるでしょって言ってて、ね「<laughs> 何言ってんだこいつ」ってなりましたねさんは不意に聞いて「うん?」ってなることはありますか 親知らずを知らない幼なじみにドン引きでしたけどめちゃくちゃ面白かったですそういえばあかねさんの髪からオレンジ成分が抜けている黒髪もやっぱり可愛いですありがとうございますとまずね黒髪はですねそのさっき言ったポートレートのあの和服できたのでそれに向けてちょっと邪魔だなと思って黒くしました黒くしたということはブリーチ部分に黒染めをしたということでもうなかなか染められないのでしばらくは黒でいきたいと思いますえー 不意に聞いて、「セラがあのセラのことジャンって呼んでるんでジャンで言わせてもらうんですけどジャンが「あの調校します」ってよく言っててで、その「調校」って分かんなくて「調校って何ですか?」って聞いてそしたら「長く考える」だったんですよ。あの初めて聞いた言葉うん」ってなって「あの、「調校します」ってこれそれから使い出したんですけど「皆さん使います調校します」って。 ねなかなか使うことないんですけどこれからちょっとねあの返事待たしたいとか投稿しますって言ったらいいと思います親知らず親知らずね親知らず知らない子っているんだね若い子すげえちなみに私親知らずは結構早い段階で4本抜いてますなんかねその時の歯医者さんに行った時に、まあ、定期的にこう検診に行くじゃないですか行った時に親知らずが、まあ、生えてるからこれドス抜くって言われて え抜いたらどうなりますって言った時にあのもし妊娠して子供を産む時に親知らずが虫歯になりやすいと。なりやすいからしあのそもそもそこの一番奥に歯があることで、まあ、やっぱ虫歯ができる率は高くなるっつって虫歯ができた時にあの薬とかが飲めなくなるって言われたんですよ。妊娠中に薬が飲めなくなるしやっぱ大変になるからできるだけその女の人を早めに抜いた方がいいよとは言われたんですよ。 で別にねそんな予定も全くなかったんですけどとりあえず抜くってあそんなあの痛みとかに弱い方じゃないから「あじゃあ全部抜いてください」って言ってあの4週続けて4本抜いたんですけど <laughs> 抜いてねあのど,どうなったのかそのメリットとかも今よく分かんないけど抜くの大変ってしてるじゃないですかあの切って掘り出してとかってもうそうじゃなくて結構ガッて抜けたんでよかったなと思ってでもその抜いた日にねあのジム行くのは失敗でしたね。 力入れると血がめちゃくちゃ溢れてきて <laughs>「やっぱり帰ります」って帰りましたはいなんかないですかそうそう私あの地方に行くとねあのその土地のご飯を食べることがすごい好きなんですけど名古屋って独特ですよねあの何回も行ってて うん、その時一回ずつこうそれを食べてこうとはしてるんですけどあんかけスパあれはまずくはない全然まずくはないけどあれは一回でいいなと思ったし味噌があの味噌が苦手なのかななんか味噌カツもうんってなったしこれはあんまり言っていいのかなあと味噌煮込みうどんもちょっと苦みないあの味噌って。 がすごいちょっとあれだったなんか名古屋で美味しいものあったら教えてくださいはい、ま、るちゃんあれだす28歳なんで28歳なんですか永遠のセブンティーンでもいいと思います永遠のセブンティーンだったらあかねさんと同い年だけど永遠のセブンティーンだったら飲めないですね長考あ長いあの絵って書いて中国の皮しか知らないですいやそっちの方が出てこねえわ <laughs> そう賢い子みたいな 28歳、ね、なんで28歳なんですかそうねあのー、マイナス10は行き過ぎかなと思ってであれなんでだっけなよく言われるのがまあ、去年ぐらいによく言われてたのが278歳ぐらいっぽいよねって言われるから28歳にしてますでもね28歳じゃあ干支なんですかって言うとに答えれないからちょっと勉強しなきゃいけないんですけどねもうセブンティーンは無理だよセブンンティーンってもう ねな何年前っていう感じなんでいやかよくその頃に戻りたいですかって言われるけど戻戻戻りりりたたたいいいかかくくななってよく言うじゃないですか今の頭があってそのまま戻れるなら戻りたいけどその時だけに戻るんだったら戻んなくていいかなとは思うかな。 そうそうそその頃にねやってたバンドのメンバーとかも今また交流が復活して15年ぶりぐらいにみんなで会ったりとかしててであの頃楽しかったねって言って今やれてるのではい、いい年の取り方してんなと思いますはいまだまだあとね17分ぐらいあるんでいっぱいくださいはい ーちゃんありがとうございますプロミネーションもプレハタゲげから1年経ちましたが一番印象に残った大会や対戦相手を教えてくださいほう一番一番っていうのはなかなか決められないですよねプレハターゲはだってもう初戦で暴れすぎて下の階から下の下の階からまで怒られであとなんだかんだいろいろあっていろんなトラブルとかありつつでハタ上げ戦あハタ上げ戦かなやっぱ うんそのあれなん、なんだっけそう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 、畑戦でトーナメントみたいになってたんですよね、タッグの。あそこでまあ、自分のパートナーだった選手がちょっと欠場急き急決になってしまって代わりにあのビオレント・ジャック選手がやってくださってでそこで鈴と対戦して、火西選手とね対戦してもうフルコース食らいましたよ。 竹串からあの蛍光灯から食らってでもうあれはやっぱね大変だったけどうん一番印象残ってるんじゃないかな、まあ、他にもいっぱいありますけどねその佐藤浩平におでこ割られてあの9針10針縫ったとかあとあの桜、ー、選手のレモンが痛かったとかいろいろあるんですけどなんだかんだ一番こううん そうですね旗揚げの日かなこれは1年次の旗揚げ1周年4月24日にそれをね上回ることができるように頑張らないとなんですけどはいあとそうだ聞きたいことがありまして誰と試合してほしいとかっていうのがあれば教えてほしいなと思うんですよ。うん 自分たちがこの人とやりたいっていうのとやっぱ見てる側がこの人とだったら面白そうっていうのってやっぱ違うと思うので教えてほしいなと思いますはいどうしようかなあと15分ぐらいあと地方のおすすめの食べ物教えてください結構ね大阪とかはいろいろ食べたんですけどまあ北海道とかね他の土地になかなか 行くことがないので。ね、愛媛って何があるんですかって聞かれるんですよ。あのね、タイが有名です。タイ。と、まあ、あのお魚、全般と。あと野菜。<laughs> 野菜ってなんでって感じですよね。うちの、あのおばあちゃんもね、農家やってまして。トマトとかピーマン作ってるんですけど。あれ、なんだっけな、なんか。栗とかが、結構有名だったりとか。 だかね、いろいろあるはずなんですよ。ただね、鯛がね、やっぱね、美味しくて、鯛めし、お刺身の方の鯛めしを食べてほしいです。はい。ありがとうございます。そう、えっと、オッパードでドルメさん、ありがとうございます。昭和世代として嬉しいです。 その時はデスティーノって名前あ,あ,ありがとうございます5月リアルにトヨタスタジオにサッカー見に行くんですかグランパスファンではありません何食べたらいいですか米田ですかあ10月の大会の時ですねえっとカラータイカラーズということで米田はどこでもあるじゃないこっちだってあるよシロノワール美味しいけどえ名古屋何が食べたいかですか味噌好きなら味噌系食べたら絶対いいと思うしそしてひつまぶしもね あののご飯がシャバシャャババにななるのは嫌いなんですよお茶漬けとかもともとその何て言うの雑炊みたいに煮込んであるものはいいんですよリゾットとかその白米がシャバシャバになっていく過程がすごく苦手で,でその質問節の最後にお茶かけるとか言うんだけどそれをやりたくないんだったらだったらうな重でいいじゃんってなるわけですよで質問まはもう食べないですあっきしめん好きですきしめんめっちゃ好きですえ何何 そのの名古屋の人教えてください。いい何食べたらいいですかそうツイッターで一回「その名古屋で美味しいもの教えてください」って言った時にあのバッテンブラブラ選手わかりますかね九州のなぜかその九州の方から「一蘭」っていう返事が来ていやなんでその九州の人が名古屋の美味しいものっつって「一蘭」って言ってラーメン屋言ってんだろうしかも全国チェーンのと思って。 思ったんですけどあのそのちょっと前に一覧行ったんですよその日行ってたからもう行きましたっつって <laughs> あれいまだにだそうですえっと西さんありがとうございます北海道で見た相川さんとの対戦は可愛かったです世良さんとのしまなみタッグはまた見たいですねありがとうございますいや相川さん怖いでしょうよあんなのああいうねあのー 実体がないお化けみたいなああいうなんて心霊現象的なものにはそんなにこうビビらないんですよけどびっくりされさせられるみたいなお化け屋敷とかわーって来るようなものがすごく苦手でで相川さんも初めて試合したからそんな至近距離で見ることがなかったんですけど間近で見たらめちゃめちゃ怖くて目の色左右違うんだみたいな。 その時にね、使ったジャージで顔を隠したんですよ、アイガーさんの。その時のね、色がね、まだ取れないの。何回も選択してんのに。いや、すごいなと思った。世良さんとのしまなみタッグはまた見たいですね。そうですね、しまなみ、何の実績もないんですよ。なんだかんだそのタッグのベルトに挑戦とか、挑戦するための試合とかに結構出てるんですけど、いいとこで毎回負けてて、長いんですけどね、ずっと組んで、組み始めて、もう、 何年だ7年ぐらい経ってるぐらいはちょくちょく一緒に組んでるんですけどやっぱねあと組んじゃうとねふざけちゃうので良くないでもジャンがいないとねプロミネンスはなかったわけだし野球もできなかったしまた組めることがあればどこでも試合したいと思いますあと10分そう北海道北海道この時そう暑かったんですよ10月なのに みんな結構ね上着とか持ってきてただけどほぼ使わず終わりましてはいこの日なんだかんだあって帰りの前かなにあのー、札幌スタジアムに行こうと思ったんですよもうなくなるなくなるっていうか変わるし行こうと思ったんですけど雨だったんでちょっとやめていろいろ散策しようと思ったのも全部やめてホテルでゴロゴロしてました 距人だと全然飲む時間がないはい、おはようございますまるちゃん、ありがとうございます 画面の中であかねさんがお話ししてるの見るとかわいすぎて目が画面の方に集中しちゃって手が止まっちゃいますそんなことないいろんなアーカイブを見返してやっぱり可愛くてキラキラしてて好きだなってなります最近あかねさんのことを可愛くて嫌いするキラキラしてて眩しいしか言ってないですねもっと語彙力鍛えて最高の表現方法を見つけますねありがとうございますこんなにね褒められるとどうしていいかわからない <laughs> あんまりね、こうね、可愛い,いねとかね、言われるキャラじゃないので、どうしていいか分かんなくてですね、そう、この間、とある会場の控え室、女子の控え室に入ろうと思って、失礼しますって言ってで、その前にちょっと、あの、喋りながら入ったんですよ。そしたら、<laughs> 男の人かと思ったって言われて、声で、めちゃめちゃ声が、その時多分ね、余計に低かったのかな。あ暖房とかがすごい喉弱くて 今どこ行っても暖房ついてるじゃないですか。で喉が結構やられちゃっていつもよりさらに低い感じになってたんですよ。入い、どうぞ失礼しますって入ったら「えっもとの人来るかと思ってびっくりしたんだけど」って言われて結構ね <laughs> 言われるあのうちのお姉ちゃんお姉ちゃんがあの息子がいるんですよ。もう中学生なのかなで中学生の息子さんがいてで1回お姉ちゃんに電話して話した時に「えって言われて。 でその老い子の子名前がアキトって言うんですけど「えアキト?」って言われたの「え違うよ」って言って <laughs> しかも LINE で電話してるだから分かるわけじゃない普通にあがねって書いてるし「え,え違うちがえアキトかと思った」っつってしかもそのアキト愛媛におるのにそんなわけがないっつって聞いたらその声変わりしたその子供の声にそっくりだったっつってすごくない男の子の声に間違えられるとっしかもお姉ちゃん実のお姉ちゃんに息子の声と間違えられる。 すごいなと思いました。あの次、また会った時にね、どのぐらい声が近くなったのか確認して、ちょっとツイッターとかで発信しようかな。録画して、<laughs> はい、トラッキーさん、あかねさん、お疲れ様です。実は畑から毎月欠かさず参戦してます。ありがとうございます。私が印象に残ってるのは、あかねさんもおっしゃってましたが、やはり佐藤光栄選手ですね。見てて、あ、マジで殺されると思って見てました。売店出てきてびっくりしました。あとは桜選手の芝刈り機ですかね。やっぱり。 やっぱりと。えっと、今週はかなり寒いみたいですけど、体調には気をつけてくださいね。2月大会も参戦します。ありがとうございます。いや、佐藤浩恵選手ですね。あのー、ここだけなんですよ。通常ルールでやったのが。それ以外は全部ハードコアだったり、キャリークラッシュとかやってるんですけど、あのね、やばいあの、ミュートョのコールが殺人鬼だったんですけど、あのね、間違いないですわ。初めて 蹴り今となってちょっと恥ずかしいけどちょ息できなくて空のあの頭突きですか私頭突きには自信がある方で結構石頭だって言われるし負ける気しなかったんですけど一発であの向こうの一発でもうすぐに血出てきていやーびっくりした <laughs> ちょできればねちょっとしばらくいいかなと思う選手ですねあと芝刈り機そうなんですよ芝刈り機で腕刈られまして。 あれもね、やばかったもうなんか全部やばいんですけどね芝刈り機あんなよくあんなもん持ってくるのさすがサイコパスボーイだなと思いますよくら選手今あのアメリカの方に行ってるみたいで向こうでデスマッチやってていやそういうのも見てもねやっぱアメリカ行けていいなと思ってあそうそう昨日組んでたねエンデル・カーラー選手あのスウェーデン人なんですけど、まあ、いろんなヨーロッパとかでもアメリカとかもで、ね、やってるのでハードコアとかデスマッチが 有名なところ海外だとどこって聞いたらやっぱりアメリカだって言ってましたね。ヨーロッパの方ではあんまりこう受けないらしくて。デスマッチとかハードコアでやりたいならアメリカがいいよって言っておりました。で、そのエンデル・カーラ選手がね、すごかったんですよ。あの、あなんていうのこれ、あの、めっちゃ回るやつ。ファイヤーバード違う。ファイヤーバードって何回転んだ ?450 度のやつ。とか、もう普通にノータッチで場外飛んでたりとか。 すごかったですはいでも、ね、英語が場所あんまりわかんないのでそのエココミュニケーション取れなかったんですけどまたこっちに来ることがあれば私に組んで試合したいなと思いますあと5分まだあるよまだ待ってるよどうしよう。何話そうかな 最近何がね、あったんだろう1月プロミネンスがあったでしょダメだ出てこない <laughs> 12月のこととかも何かあったかな12月12月12月 <laughs> 何してましたっけ12月ってあああれだ12月のプロミネンス、あれですねあのー アレックス・コロン選手と戦いましたねあの選手も向こうの方ですごいじゃないですかああいうのをやるとなんかワールドワイドになってきたなって気がして自分は行ってるわけじゃないけど向こうから来てもらってるんですけどあの時がそうか久しぶりにクルちゃんと戦いまして相変わらずエゴが出すわ、はい、ええー、どうしようあと4分 誰か助けてください助けない <laughs> そうなんですもんねあのねもう誰かと誰と戦った方がいいとかそういうのがあればとても嬉しいんですけどどうでしょうない来ましたありがとうございます なんかこういうのってさ、どこまで話していいのかわかんないこともあるから、なかなかね、難しいんですよ。一人だし。はい、ありがとうございます。貴一ありがとうございます。もらっても困るというプレゼントとかありますかえっと、嬉しくないとかじゃなくて困るのが、地方に行ってるときの大きく荷物になるもの、例えば一升瓶とか。 あの嫌いじゃないんですけど大きい花束とかは持って帰れないんですよどうしても持って帰りたい気持ちはあるんですけど持って帰れないし一升瓶ってその日飲みきれないし嬉しいんですけどねそれがちょっとまあでもでも全部嬉しいですよお酒とかも好きだしだけどあの地方の時は軽いものでお願いしますおい、ま、るちゃん 今年は検定系とか資格系のもの何か一つ取りたいなって思ってるんですけど何かいいのありますか漢検、英検、数検は全部インフルでお金だけ払って終わった記憶があるので嫌です。ええー分からんよだって何もないもん。何も持ってないんですよ。資格とかそういう検定とか。なんなら免許を持ってないんですよ。免許を取るのが怖くてですね。 人を乗せれない免許を持ってるとやっぱどうしてもどっかでじゃあ運転変わってっていうことってあると思うんですよそうなった時に人の命を預かれないからだったら免許取らなくて「あ免許持ってないんで」っていうふうになっちゃって役立たずなんですけどだから助手席とかに座って眠くならないような話し相手とかをするようにはしててえ怖くないですか私もうすごいね乗り物の運転手さんってめちゃめちゃ尊敬するんですよ そんだけでも,もしちょっとでも寝たりとかしたらえらいことになるわけじゃないですかこ、ね、あの特にプロミで行ったりとかするときとかの運転してくれてる人もう本当にありがとうって思いますはいこれ最後かなはいまるちゃん最後ありがとう今月もありがとうございました来月もいっぱい送りますお体に気をつけて頑張ってくださいありがとうございます もうなんなら今から送っといてもらったら来月読みますからねもう最初にこう告知がねないかんせんもうめちゃめちゃ早く終わっちゃうので最初からいっぱい貯めといてもらえたらこうあの誰か助けてくださいっていうこともなくなるので今からいっぱい送ってくださいお願いしますはいそろそろ番組終了なんですけどもそうですね次の大会がプロミネさん2月19日2月19日日曜日日曜日はあ日曜日 そうか3月が土曜日あ結構あれなんですね月曜日日曜日土曜日みたいな感じなんですねはいいつも通り5時半会場6時開始で5時からのチケット予約の引き換え開始ということでやっておりますので是非ともご来場ください ありがとうございますこのチケットの方はね、そのさっき言ったプラミンスショップでも買えますし、あと選手の方でも取り置きとかできるので、プラミンス公式でもいいですし、えっと、各選手、好きな選手、推しの選手がいれば、そちらに送っていただければ、チケット取り置きできるので、よろしくお願いします。このショップもね、いろんなもう限定品とかいっぱいあるので、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。ということで、そろそろですかね。はい、今年も。 頑張っていきますプロミネさんあれです。えー、っとね、毎週、違う、毎月月曜、第4月曜、6時から。で、それはもうずっと固定なので、今年いっぱいもう、あと、あと11回あるのかな。はい、お願いします。あ、でもあれだ、4月の24日はないんですよね。4月24日は多分、第4月曜日だったはずなんですけど、が、もう我々、ちょっとね、あの、ないので、そこだけちょっと1回お休みもらって、あと10回。 それからゲストを来てもらってプロミネスの選手でもいいですし、まあ、プロミネスにレギュラー参戦してる選手も呼んでいきたいと思います。はいということでプロミネスのアレありがとうございました。また来月